フロントのバンパーホースメント外していきたいんですが、まずもうこれは取ってます。何発泡スチロール、うん、だからさっきの動画でまたこれとくっつけね。くっつけてもいいし、あのバラバラでもいい。ああ、バラバラ。これくっつけよ。まあ短かったら結構長いね。うん、だからそれはあれやから、とりあえず説明しとく。ここやな、入ってたの。うん、だからだからテープで止まってるとかじゃないんやろ。刺さってるところがどこがどう刺さってる。して下下、この長穴は長穴で、丸穴は丸穴。刺さってるけど、あんまりガサって抜いたらここがめくれるわ。ここが一箇所優しく、ほら、こうちょっとめくれるこんな感じで、うん、優しくやってもうたら、うん、で、まあ、このホースメントは、うん、ホースメントについてる、なんなんこれ、発泡スチロールやんな。まあ発泡やな、うん、これあのホースメントにはよくついてます、うん、T シャーは、まあ、これで、うん、あの吸収のその認可じゃないけど、衝突の時にこれで吸収してますよっていう、多分数値を出してる。昨日警察24時に撮って事故のやつ、うん、怖かった。だから今日車で来へんからあの引き逃げのやつな。そんなんビビった。俺なんか墓参りで甥っ子2人で、うん、あ、結局行った、うん、俺の運転なんか怖い。そりゃそうや、私も怖い。ゴールド免許で無免許無免許。え、結局どこからだろう。とりあえずまあ外し方は2種類あると思うんだけど、このこいつだけ外すバージョンと、うん、でこの土台フレームのこの、まあでもうちはここ、この土台から出すやろ。だからホースメントは多分これやと思うんだよな、うん、でこれはサブフレームなのか、なんかホースメントブラケットなのか、うん、なんか違う名称やと思う。こんなん上げてますが結構適当です14、え、なそこから取るの、うん、とりあえず、うん、ここで14なん。14、うん、ほんまにちょっと見せて。14やって、なんぼ老眼でもだいたい感覚で分かるやん、うん、感覚で。前それで30言うとたで、感覚で32言うてなかったじゃあ30言うて、どこがやねんと思って一個も合ってないやん数字で。まあこのここ、うん、このネジはあれじゃん、うん、2か3箇所この、うん、中で、うん、下は関係あるよ。下も3箇所やな、うん、とりあえずこれ、まあこういうやつは1回こう緩めてもらって、緩めてもらって、でエアでやる人はエアでピヨンってやってもらったまえ、うんうんうん、で、いけ、うん、行って、ここの辺カットするわ、うん、はい、ドヤ顔やめてドヤ顔でこっち見てやめて、高速出勤全然やん引っかかって全然詰まってるやん。一応落ちんのに一箇所差し込みみたいになってるわ、うん、ここは多分、うん、これはカットして 早送りしてね、うん、でもテールの動画とかで構成言ってんねんけど、俺がしてないっていうな。どれどれ、ラチェットから外してこう回したらしてないって言って、俺がしてない。次ちゃうくない、実際撮ってる時はこうしたらって言えるけど、うん、やってたらそうそう、だから外から見てる方がよう見えるからな、うん、でこれネジ全部外したんで、うん、外したらこの引っ掛けがあるから、これだからスライドさせたんか、ここにね、そう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 、あるので、うん、こっち側ないで、こっち側ボルトやから、あるよ、あのスタッドボルトがある。ああ、そういう意味な、うん、なので外すときは右側にこんな感じで、だからこんな感じで、もう一回やって、こうやって向こうにスライドして、うん、でこっちが、こっちが、こっちがこの穴に入らなかった、うん、ここね、うん、このこっちはだからこっちを抜いて手前に引かない、そう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 、手前に引いて、ちょっと見えへん、うん、こういう感じでで、いけると思います。ほんであとは
このサブフレームは、うん、14同じ14やけど、この長いやつでいってもらって、うん、ここにあの、うん、当たるので、これが4箇所かな、うん、左右1箇所、うん、あの4箇所ずつあるから硬い、うん、まあ、ここはしっかりしまっとかな、うん、これ緩んだよね。これもあの落ちひんから引っかかってるから、うん、あのこんな感じになってます。え、結構落ちてきたね。このまま引っかかってるから、うん、今ちょっと上げてもうたから、でこんな感じ、こんな感じです、うん、だから引っかけるときもだ上に、うん、穴合わせて、そうそうそう、だからこう入れた引っかけてネジの合わせだからこう入ったら失敗してるやんこれが曲がるから、うん、引っかけて、これ右左あんねんな、あるある、うん、でちゃんと書いてます、うん、で、こいつがある方の右に、うん、まあちょっと長なったけど、まあこんな感じ、うん、こんな感じ、反対も同じようなんでね、うん、またやってみてください。ホースメントも、出品してます。ヤフーにこれから出品していくので、またヤフオクの方を見といてください。チャンネル登録とこれお願いします。